おはようございます。おはようございます。今日はですね、お祭り開催前、そうです、4月後半、お祭りに向けて揃えた心拍があります。はい、はい、皆様のおかげで完売ということでしたというね、はい、想定です、はいはい、ありがとうございますということで、その買っていただいた盆栽、例えば、まだ手つかずだけどどうしたらいいのみたいな、はい、そういうような動画にできればなと思っております。もし似たような素材があったりとか、はい、自分でこうやっていきたいな、でも分かんないなみたいな時に見てもらえたらいいのかなという、なるほど、そういうのを心がけてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、これだから特典みたいなもんですよね。ここでこの資格を買った人は、ね、はい、作り方まで後日教えてくれるという、はい、じゃあこれ差し込めますか。差し込みます？無理です、もう過労です。同じとこから仕入れてきた2つの素材なんですけど、はい、価格が若干違ったっていうのはあるんですが、なんで違うのかっていうと、やっぱこのシャリですよね、はい、シャリが入ってるか入ってないかでも違いますし、こっちの方が高いってことですね。ちょっと高いですね。この幹の太さからするとだいぶ樹齢も違うのかなっていうふうに思うんですけど、はい、将来こういう木にもちろんできる素材なので、うんうん、まずこういうのを買っていただいた方はこうした方がいいよとか、逆にこれはまだ片方しかシャリが入ってないんですね、うんうん、だから反対側にまた入れてあげると板向きにもなるかなと思うので、はい、そういうのを両方やってみようかなと思います。じゃあまずこっちからやっていこうかな、はいはい、この木はですね、まあ、模様木に作りやすいかなと思いまして、うん、選んでみました、はい、で心拍なので模様着じゃなくてもいろんな形にできますから、うん、それぞれ思い思いに作っていい樹種なのでいろんな形にやっていただければいいと思うんですけど、僕はこれは模様着に作りたいと思います、はい、まず正面はもう一回もここで決め打ちしちゃいます、はい、で枝がしっかりできているので、うん、下がって下がってで頭はちょっと前に持っていくような感じでやっていこうかなと思います。教科書通りの切り方というか、ね、やっていく中で最初にまずはいらない枝を剪定していきますので、はい、意識することは枝の出方ですね、うん、この木の場合はまあおそらく右流れになると思うんですけど、一番下の枝があって、はい、で反対側にちょぼっとあって、で裏にもあってっていう、そういうような本当に教科書通りっていうのがふさわしい木なんですけど、はい、その枝の中に例えば生えてる使わないような緑の軸の葉っぱだったりとか、うん、緑の軸の枝って言った方がいいのかな、まだ若い枝、若い枝とかは一回まず取っちゃいます、はい、将来的にはそういうのが重要になってくるんですけども、まず木作りの段階ではしっかり骨作りをしてあげたいので、うんうん、そういうのをまず取ってあげた方が後々作りやすいですよね、はい、あとは下向きに生えてるようなこういう葉っぱ、うん、枝たちはまず取っちゃうと。でなんで取るかっていうと、心拍の場合枝をぐっと下げますから、はい、下げた時に今下ある葉っぱってより下向きになっちゃうので、うん、もう絶対そんなの使えませんから、そういうの取っちゃった方がいいよねっていう話です、はい、あとはちょっと見ていただきますと、こう枝が元からあった場合にこの枝元に近いところに生えたようなこういうような、まあ、軸が緑のまだ葉っぱ、今後枝になるんですけど、こういうのは少し取ってあげると枝がすっきり見えていいと思いますので、だいたい私だったらまあこれぐらいとか、枝元の方をすっきりさせてあげるっていう感じですね。まあ、要はよく言うボールを作るっていうか、そう、玉心をいっぱい作ると針金かけしやすいので、こういう感じにしてあげます。こういう状態、はい、ただこの考え方に関してもですね、いい木になってくればなるほど胴吹きってしにくいので、うん、こういうちっちゃい枝たちが重要になってくるんですね、後々は、うん、ただこの木の場合はまだ若いですし、これから木を作っていかないといけない段階なので、まずは取っていくっていう感じかな、はい、あとはこういうところ、うん、分かれ実に出てるようなちっちゃい葉っぱ、うん、こういうのも取ってあげるといいですね。こういうのとこういうのとか、はい、こういう感じで、うん、はい、を全体やっていきます。はい、だいぶねつけた印象になったと思います。じゃあ今度シャリをつけていこうかなと思います。はい、はい、でまずは1本ですね、両サイドっていうかは1本
取ってあげたいと思いますんで、下からここを正面としてとりあえず、ここと、うん、この裏に将来はこう2本行くような感じだと思うんですね、はい、でここが頂点、うん、で両サイドをこうやって広げて、まあ、おそらくこっちを削るんじゃないかなとは思うんですけど、曲線の外側になる部分を将来的に板車輪にしたい、板車輪にしたい、はい、なのでまずここの真ん中につけていきます、はい、まあ、見栄えの話で言うと最初の足元につけてあげたいと思いますので、うん、ここが基準ですね、はい、で怖かったらまず最初にここにこれ以上行かないでねっていう意味を込めて線をしちゃいます、はい、根の方までシャリが行くとあんま良くないですよね。そうですね、腐っちゃうんですよ、うん、木に影響するとかじゃなくてシャリが腐り始めちゃうんで、はい、だから土との境目ぐらいのところで止めとくと。そう、上はどの辺まで、まあ行けるところまで行っちゃいます、うん、行けるところまで、行けるところまで、まあ枝に干渉していればそこで一回やめますし、はい、シャリ行きました、今こっちまで行きましたね、うん、上まで、はい、で今度は次はまあちょっとこっちが固まってからですかね、うんうん、反対側をやればいいと思うので正面からもしっかり見えるような形になると思います。で今度、針金かけていきましょう、はいはい、基本的にはもうこれも売り物したいので、はい、そんなに変化はさせずに、しっかり枝を下げて、形になればいいのかなと思うと、うんうん、いう感じでやっていきます。基本通りのやっぱりそうですね、作りですね、はい、でここが一番太いんですね、ここは、はい、なのでちょっとここと上まで一回かけちゃいます、うんうん、あとは枝同士でやっていく感じですかね。なるほど、じゃあ幹には下の方はかけないってことですね。下はもうかけずにいっちゃいます、はい、うこんな感じでできました、はいはい、まずは枝にしっかり針金をかけてあげて、うん、まあ、模様着を作ったっていう感じですかね、うん、きれい。ポイントとしてもまあシャリを最初に入れたっていうところと、あとはこの木の枝配りを意識して一番下のこの差し枝と反対の逆枝と裏枝とっていうような綺麗な木作りを心がけました、うん、そんなに何でしょう、まあ、松作りみたいな感じなんですけど、これを何でしょう、だん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 年数を置いていくとこの幹が太っていって、はい、でまたこう締まったような印象になってくると思うんで、うん、まずは一回こういうふうに骨を作ってしまうと盆栽は楽かもしれないですよね、はい、で次はちょっといいこっちのやつですね、こっちのこのシャリ向きについてちょっとやっていこうかなと思います、はい、この木の違いはこっちはまだシャリとかが何も向いてない状態、あ、こっちね、はい、でこっちはもう片面だけ向いてありました、はい、なので今度は反対側を向くか、もしくはもう板車にしようかな、そうすると結構厳しさが出てくるので、なるほど、はい、まあ、これのシャリを入れた、はい、まあ、何年後かの姿って感じですね、っていう感じでをちょっとやってみましょうか、はい、で意識するところはこの動きですね、これを切ったらどの枝が枯れてしまってどの枝が生きるんだろうとか、そういう感じで考えるといいと思います、はい、でこの木の場合は、基本外側にシャリで持ってきたいので、うん、こっち側を削ると思うんですね、こういうふうに、その延長線上にあるのがこの枝です、はい、なのでおそらくこの枝はまあ枯れちゃうかな、でも一番低いところの枝ですよね、そうなんですよね、うん、なので、この木に関しては言うと若干何でしょう、立てるようなイメージだとは思うんですけど、うーん、シャリ側というか、はい、にある枝なのでそんなに使わないかなって思うんだよな、うん、一番下だけど、逆に言うと上から下ろしてくる方がこっちに流す木だから、うん、
そうですね、こっちにシャリがあるってことはこっちに流したいんです。そうか、そっちが正面で、そうか、それがあると流れ逆ですもんね。逆になっちゃう。なんでこれは大丈夫なんじゃないかなと思います、ね。じゃあ削っていきますか。はい、板シャリにもするかもしれない。板シャリにしちゃうかな。もうこっち側の水水を残したいので、こっち側削ります。はい、本当はあれですよね、反対側を削って、反対側削って両サイドにして太らせると。そう、この方が一番なんだろう、もっと板にできるよね。シャリを大きくするために水水を太らせるってことですよね、はい、そうそうそう。ハウトゥーだから、うん、で僕の今解釈は、ここなくなるじゃないです か、うん、だからちょっと文人っぽくなるのかな。まあそうですね。で水水残して板シャリ作るから細く見える可能性あるからやるのかなって僕は勝手に解釈して。あ、でも後々なんだろう、その辺ってどうにもなるから、うん、逆に切っちゃうのはもうそこで終わっちゃう、終わっちゃう成長が、うん、だから一回反対で終わらせちゃうか。そしたら、今回は反対側を削ります。つなげないと、つなげないと。その方が視聴者の方的にはいいかもしれないですね、一回で決めるっていうか。そうですね。なのでこの今削ってあるシャリの真反対を削るようなイメージですね、はい。そうすると何がいいかっていうと、今こことここに水水が2本になるんですよ、うん。そうするとだん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 こう横に肥大してくるわけです、はい。横に肥大すると幅が広くなるので、後々板シャリにするとこの幅がすごく広い板になるっていうことですね、はい。なんで今回は反対側を削る、反対側を削ると。ちょっとシャリの入り方的に、はい、こっちも全部いっちゃう。え、そうなの。うん、結構こっちの際にここら辺がね、つながる、つながるっていうかね、分かれ方が変で、うん、上に残る水水が少なかったんですよ、はいはい。ここがこの分あると思ってたから、うん、だから下に残る水水がめっちゃ少ないっていう、うん。でもいっちゃおうかな。残したいとしても細いから、うん。削るだけ、今日ハグだけ、ハグ。そこから板にはしない。まあもうちょっと置いてからか。そうですね。両サイドをどんどん削っていって、を薄くしていくって感じだよね。そうですそうです。実際機械になるとしんどいですよね、もうね。うん。あんまりよくはできない。もう、つるつる。でここでもっと木質感出したいときは、うん、上からこういうので削ってあげたいとか。それ今めくったところを削ってるの？うん、もちろん。あ、逆側を削って。もうそうだし、こっちも一緒に。そっか、どっちにしろ両サイドは削っていくから。そうそうそう。で頂点は決めとくんですよ、うんうんうん。頂点はあんまり削らないようにして、両サイドのこっち側を削って細くするってイメージでやるといいですね、うん。でそういう道具使うって線をこう作っていくと自然に見えるのかな。そうそう。なかなかね、作り方の話するけど実際に板状に作るところはあんまり、うん、でも時間かかりますよね、こっからね。そうそう、この木質が出るんですよね、こういうふうに削ると。繊維がちょっと見ていただきますと、全体もツルツルのところはなくしましたね。で木質を出してあげて、横から見るともう薄くなってる、はいはい。両サイドから削ってあげて、こうもう本当の要は板なので板幹っていう、板シャリっていうんですけど、はい、こういう風にしてあげると厳しさが出てくるっていうのがこの心拍の魅力です。はい、片方にシャリが入ってる木はそういう風なことをやってあげると、よりまた表情も変わってくるし価値も上げられるので、うんうん、こういうことをやってあげるといいんじゃないかなっていう動画です。はい、これ今繋がってました？繋がってなかった。あ、じゃあ生きてるかもしれない。生きてる。あ、じゃあ一番いいじゃないですか。あ、ほんとだ。実は大丈夫でした。大丈夫だった。はい、その上がどうなのかはちょっとまだ分からない。まだ分からないという感じです。はい。
同じ、盆栽祭りを売った素材なんですけど、年数が違う盆栽同士でした、はい、で若い方はこういう風な、まずは基準のシャリをつけてあげるっていうのと、うん、骨を作ってあげましょうっていう感じです、はい、でこっちの場合はもう1本シャリが入っていったので、じゃあ逆にこれを板シャリにしてみようっていう感じでやってみました、うん、まあ本当に樹齢とかこれにかかった時間と作業の違いっていうのを説明できたかなっていうふうに思うので、これを参考にやってみてはいかがですかな、いかがでしょうかっていう感じですねこれの数年後はこっちですよね。そうで、これの後は次はどうすればいいんですか。この次は本当にこの質を高めていってほしいです。板幹の板幹をもっと削ったり、もっと削ってより動きを出してあげたりとか、うん、溝を縦1本入れたりとか、なん強弱をつけて入れてあげたりとか、うん、そういうようなより質を高めていくっていうのを心がけるといいかもしれないですね。まあ、ただ彫刻の作業ですよね、はい、あとは上の枝の整備どうするか、はい、こう板シャリにすると、あ、じゃあこの木ならこっちにしてみた方がいいなとかっていうのが出てくると思うんですよね、うん、そうですね、はい、あ、ここの方がやっぱりさっきなんかこっちが見えなかったのです、こっちがただの幹だったんですけど、はい、ここが見えるようになったら、あ、こっち側も面白いなとか、うんうん、っていうのが出てくるんで、まずはシャリにしてみてもいいかもしれないですね。そうですね、はい、正面の位置とか植え替え角度とかもシャリ基準になりそうな気しますね。そう、やっぱりそこの木の魅力は一番いいのはどこかなっていうのを探してもらって、うん、まあ、心拍だったら多分シャリになるんですよ。そうですよね、はい、なので、シャリをつけてこの木はどこがいいのかなっていうふうに見つけてもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思います、はい、逆に言うとこういった場合は、まずは第一のシャリをつけてあげる、うん、その上にこの枝を作ってあげるとより、まあ、骨として今後将来性が出てくるっていう感じですかね、うん、という感じです。はい、ありがとうございます。おそらく完売してしまっていると思うんですけどそうですね、完売してなかったら、当時遊びに来ていただいて、こういう素材を見つけてもらってもいいですし、お持ちの心拍でどうしたらいいのか分かんない人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がよろしいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。 Please subscribe and thumbs up。Thank you. Bye bye. ありがとうございました。